最大の難所がこれで終わって、いよいよ次で最後の曲になります。はい、次の最後です。はい、最後の曲、水ちょうだい。超ハイペースあー、いやもうこれで終わりですよ。辻さん解散。解散です。解散、喜んで解散です。喜んで解散です。でもほんまにね、これで解散ってことまだね、次2012があるのであれば、苦渋が悪ければ帰るわけです。その時は死にますそう、本当に苦労しました、ね、お互い下手同士なんで、もう殴り合いでした。殴り合いもう流血だったですね。もうあのよくハイネケンのもんですけどわかります。これハイネケンってね、瓶ビールがあるんですけど、すっごいあの熱い瓶のね、ちっちゃって次の曲で最後で、はい、あの次の曲の題名、決まってません。はい、未だタイトル未定でおろしたんですけどそれじゃかぶってしまうんでね、なんか僕らの道2011みたいにしますか。はい、あ、じゃあ僕らの道を歩んでいるんだぞという、これからも頑張っていくんだぞということで、私が解散してそれぞれの道を歩んでいきたいと思います。ありがとうございました。次さんでした。はい、わー、どれくらいの時間僕の中で過ぎただろう。わからなくなるほど歩き続けてきた。
俺らツイスター。